どうもおはようございます。よろしくお願いします。ございます。それでは会見を始めます。幹事社の日本経済新聞です。はい、では大臣からまず冒頭発言をよろしくお願いします。はいはい、それでは私から本日は2件ございます。1件目でございます。7月29、30日に秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下が、ご臨席の下で、開催されました第47回全国高等学校総合文化祭の開会式に参加をするとともに、高校生の発表、作品を拝見をしてまいりました。開会式のパフォーマンスや、それぞれの部門での発表作品等は、どれも大変素晴らしく、高校生の皆さんがこの大会に向けて懸命に打ち込んでこられたことが、本当に強く伝わってまいりました。今後、8月4日まで開催されます今大会におきまして、さまざまな交流を通じまして、感性を磨き合う素晴らしい機会となることを期待しております。はい、2件目でございます。昨日、令和5年度全国学力、学習状況調査の結果を公表いたしました。調査の実施にご協力いただきました各教育委員会および学校等に対しまして、改めて感謝を申し上げます。今年度の調査では、毎年度実施をしております国語、算数、数学に加えまして、4年ぶり2度目となります中学校英語を実施をいたしました。今回の教科調査の結果からは、算数の式を日常の場面と関連づけて読み取ることですとか、短い英語の情報を正確に聞き取ることは比較的できている一方ですね、情報と情報の関係を理解をしたり、また複数の資料をもとに自分の考えを形成をして表現することや、また社会的な話題について自分の考えや理由を英語で表現することなどに課題があることが分かりました。また質問紙調査の結果からはですね、主体的、対話的で深い学びに取り組んでいる児童生徒の方が平均正解率が高い傾向が見られること、また英語の授業において、実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うなど、言語活動に取り組む学校が増加しておりまして、また、言語活動に取り組んでいると受け止めている中学校の生徒の方が、やはり英語の平均正解率が高い傾向が見られることなどが明らかになったところでございます。調査結果を踏まえまして、文部科学省といたしましては、引き続き必要な支援に努めてまいりたいと考えております。でまた各教育委員会および学校等におかれましては、本調査結果を十分活用いたしまして、児童生徒の学力、学習状況の把握、分析および教育実施の、ごめんなさい、教育政策の成果と課題の検証を行っていただくとともに、学校におけます児童生徒の教育指導や教育政策の改善、充実に生かしていただきたいと考えているところでございます。以上です。ありがとうございます。じゃあ幹事社から一問質問させていただきます。今ご発言ありました全国学力テストの件でして、英語の話すについては正答率が 12%、6割の生徒が全問正解という結果でした。書くについても正答率が 21% ということで、読む聞くに比べ低い水準となったわけですけども、話すについては設問が難しかったという指摘もございますが、今回の結果、大臣としてどう受け止めているかと、あとまた英語力、やっぱりグローバル人材の育成の観点からも重要だと思うんですが、今後、文科省としてどのように話す力の向上、改善を努めていくか、教えていただけますか。お答えいたします。今回の中学校の英語の調査ではですね、学校現場におけます、授業改善のメッセージとなるように、実際のコミュニケーションの場面などを強く意識をしながら問題を出題した結果ですね、全般的に、説明設定等が複雑になっておりまして、生徒にとっては難しかったのではないかと思っております。
でまた全国学力学習状況調査は、まあ 各年度の問題の、まあ、難易度を、まあ、厳密に調整する設計は取っておりません。で下年度のですね、まあ、過去の、正解率と、まあ、単純に比較することは、まあ、適当ではなく、まあ、生徒の英語力が高くなったあるいは低くなったということは今回の結果だけでは判断することができないということを思っております。しかしながらやはりですね、今回の英語調査の結果から特に書くこと、それから話すことについて課題があることが改めて明らかになったと捉えております。でまた質問し調査から明らかになりました、中学校におけます言語活動に関する授業改善の取り組み状況には、まあ、一定の進捗が見られるものの、まあ、言語活動及び言語活動を通して指導することについての、まあ、十分な理解と取り組みなどまだまだ道半ばであると認識しておりますので、文部科学省といたしましては、まあ、今回の結果はしっかりと受け止めまして英語の学習指導の改善充実のために取り組んで、しっかりと取り組みを強化してまいりたいと思っております。やはり英語の指導充実、これにしっかり取り組まなければ今いけないと申しましたけれども、このためにはですね、やはり話すことに関する課題ですとか指導のポイントを、まあ、解説した動画を新たに作成配信をします。そして英語での発信力強化のためデジタルを活用したパフォーマンステストの実施の促進もやりましょう。そして生徒の英語への関心と、まあ、意欲の喚起などにつながりますオンラインなどを利用した国際交流活動の推進もやりましょう。そして生徒の理解の程度に応じた英語による授業を行いますように教師の指導力英語力向上のための年間を通じたオンライン研修の実施等を進めてまいりたいと思っております。以上です。それでは各社質問お願いします。質問の際は社名氏名を名乗ってください。はい、どうぞ。すいません、共同通信の渡辺です、はい。私からも教員のメンタルヘルス対策について伺います。先日公表された学校統計、学校教員統計調査について、2021年度の精神疾患を理由に離職した公立の小中高校の教員が953人過去最多となりました。まずこの結果についての大臣の受け止めをお聞かせください。で また今年度も、文科省としては7000万円の予算計上して、メンタルヘルス対策、原因分析、効果的な対策の検証も含めて、実証事業を乗り出しています。教員不足の問題だったりとか、働き方改革の問題とか、直結する問題であって、このまさに、メンタルヘルス対策について大事としては、どうしていきたいか。考えていらっしゃる、具体的な施策ビジョンなども含めてお聞かせいただければと思います。やはり学校教員統計調査の、中間報告におきまして、精神疾患を理由に、離職をした公立の小中高校の教員数が過去最高となったことは承知をしております。で精神疾患はですね、発症まで時間がかかることがありますし、またその要因というのは個々のケースにより、本当に多様であるために、具体的な要因につきましては、一概に申し上げることができませんけれども、例えばですね、業務の質の困難化ですとか、教諭間の業務量や内容のばらつき、そして保護者等からの過度な要望、苦情、不当な要求などが挙げられると考えております。で、文部科学省といたしましては、教師が疲労や心理的負担を過度に蓄積をして、心身の健康を損なうことがないように、これまでも各教育委員会に対しまして、校長等によります、LINE ケアや、ストレスチェックなどの
実施を、まあ、メンタルヘルス対策ですね、の充実を求めてきたところでございます。で、また令和5年度より、まあ、新たにですね、各教育委員会が専門家等と協力をしながら、病気、給食の原因分析や、またメンタルヘルス対策等に関する、まあ、モデル事業を実施をいたしまして、効果的な取り組みや、取り組みの、まあ、研究ですとか、事例の創出を行うこととしております。で、引き続きまして、やはり学校におけます、まあ、先生方の働き方改革や、まあ、教職委員会のメンタルヘルス対策、まあ、これはしっかりと取り組んでいかなければいけない、まあ、そういうふうに、まあ、思っております。はい、どうぞ。中国新聞の樋口と申します。はい、広島県にあるです、ね、被爆建物の旧陸軍副首相について伺います。で、広島県がです、ね、3棟保有しているんですけれども、国の重要文化財指定を目指していまして、昨晩自民党の議員連盟のメンバーがです、ね、大臣のもとを訪れて、保存に向けた財政支援などを要望されたと思うんですけれども、改めてです、ね、この建物の価値とか文化財、はい、指定に向けた所管大臣としての立場というのをご確認させてください。あと合わせてですね、活用策なんかを一定に定めたりとか、あと地元の広島県広島市としっかり調整するようにというお話も、まあ、あったということなんですけど、このあたり の、まあ、文化財指定をするということになると、いろんなハードルもあると思うんですが、このあたりについての大臣の見解をお願いします。はい、先月の20日になります、原子爆弾被爆者救済並びに、まあ、核兵器の廃絶と世界恒久平和の、実現を推進する議員連盟からですね、広島県にございます旧陸軍、副省の、まあ、文化財指定について、まあ、要請がございました。で、広島県からは文化財指定の意見具申がなされておりませんけれども、私の方からはですね、面会におきまして、文化財指定をする場合について、これ当該建物の建造物の保存だけではなくて、まあ、活用について地元で、まあ、よく議論をいただくことが重要であるということをお伝えさせていただいたところでございます。地元の広島県、まあ、広島市におきまして、まあ、今後ですね、この、まあ、建造物の活用につきまして、まあ、結論を出していただきまして、指定の範囲などを、まあ、確定させた上でですね、早期の文化財指定等のご要望がしっかりとあれば、まあ、文化庁としても検討、しっかり検討させていただきたいと、そう思っているところでございます。はい、はい、4棟残ってて、3棟広島県が持ってるんですけど、残り1棟というのは国の所有になってまして、正確には中国財務局、財務省の所管になるんですけども、この1棟まだ文化財の調査というのはなされていませんで、まあ、多分県としては 全体で申請をしたいという考えだと思うんですが、はい、国としてのこの残る1棟についてのスタンスというか、調査をするべきかどうかというのはどういうふうにお考えでしょうか。はい、国所有の一棟につきましては、まあ、財務省におきまして、広島県、等とも、まあ、連携をしながらですね、その保存に向けまして、安全対策工事等の検討が進められているものと、承知をしております。文化庁におきましては、まあ、広島県、所有の他の3棟と同様にですね、国有の国所有の一棟につきましても今後保護措置が適切になされますように、まあ、専門的な知見から助言等を行ってまいりたいと、そう考えているところでございます。専門的なというのは、すみません、ごめんなさい、調査というのはこれは考えていらっしゃるんでしょうか。その専門的な措置という中に文化財指定に向けた調査というのは入っているんでしょうか。文化財の、文化、じゃあいいですか。まだ細かいところは文化庁の方向性を伝えていただきます。はい、どうぞ。教育新聞の大久保です。熱中症対策の関係で伺いたいんですけれども、山形県の米沢市でですね、部活動を終えた後の、まあ、帰宅中に熱中症とみられる症状で中学生が亡くなったというような事案がありましたけれども、まずこの件に関して大臣としてどのような認識なのかというのを伺いたいというのが一つと、
まあ、それから米沢市の方はその熱中症対策アラートが出た場合は部活を中止するような、まあ、そういった方針を出しているような、まあ、今回のもとで、まあ、そういったお話をされているようなんですけども、まあ、ここの、まあね、これだけのですね、熱波が来ている中でその部活動のあり方ですね、まあ、どういう、こう、なんていうんですか、まあまあ、どういう基準で中止とかの判断をすべきだと考えているのか、まあ、文部科学省としてどのように認識されておられるのかというのを伺わせてください。はい、山形県米沢市の事案につきましては、お亡くなりになった、まあ、生徒さんに対しまして哀悼の意を表しますとともに、まあ、ご遺族に対しまして心から、お悔やみを申し上げたいと思います。で今回の事故の要因ですとか部活動中の対応などの詳細につきましては山形県教育委員会を通じまして確認中でございまして現時点でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思っております。今年の夏はですねやはりもう皆様方もご承知の通りもう本当に暑い夏になっております。暑さが続いております。そういうところでですねやはりスポーツを行う際にはまあ、徹底した熱中症対策に取り組むことが本当に重要であると思っております。まあ、文部科学省といたしましても熱中症対策についていろいろと、まあ、過去にも取り組んでまいりましたけれどもそのさらなる徹底につきまして、まあ、今回改めて各教育委員会等に、まあ、通知を発出をいたしました。各種の会議等を通じましても各学校教育委員会の取り組みを促してまいりたいとそう思っております。はい、すみません、追加でなんですけど部活動場合によっては中止にするとかいう判断はあり得ると考えますか。はい、まあ、今回まあ、生徒さんが亡くなられたということを受けまして危機管理マニュアル等におきまして各種活動の判断基準や判断者を定めておくことそれから児童生徒等が自ら体調管理を行うことができるように帽子の着用ですとか水分補給また体調不良の時の対応に関する適切な指導を行うことなどについて昨日改めてお話申し上げましたけれども注意喚起を行ったところでございます。本件につきましても詳細なところはまだ不明ではございますけれどもこういうことが起きませんようにしっかりと認識を新たにして適切に対応いただくようにお願いしてかお願いしたいと考えております。以上です。はい、ごめんなさい、おそらくですね、市町村教育が学校の判断になろうかと思いますけれども、場合によっては中止という判断はあり得るって考えますか。はい、それはやはり各学校、まあ、教育委員会とですね、各学校の判断になろうかと思っております。はい、大臣、次の予定がありますので、あと1問で。はい、ではどうぞ。それに関連してなんですけれども、学校の部活動の練習だけであって、今、インターハイがありますし、文部活動甲子園もありまして、8月には中学校の大会もあるんですけれども、そういうスポーツの大会というものを運営がいかないというのはどういうのもあるでしょうか。はい、昨年、実は12月にですね、策定いたしました、学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインにおきまして、大会の主催者は、参加をします生徒の健康と安全を守るために、夏季であれば、空調設備の整った施設を会場として確保し、そのような環境を確保できない場合には、夏の時期を避けることなど、また各種目部門の特性等を踏まえまして大会等の開催が可能な環境基準として気温や湿度暑さ指数などの客観的な指数を示すことなどを示したところでございます。実際に高校野球選手権大会におきまして地方大会によってはですね決勝の開始時間を午前中ですとか午後遅めに変更したりとかまた今月6日から始まります全国大会等はですね5回裏終了時に10分間のクーリングタイムを設定するなどの熱
中小対策が取られているということを聞いているところでございます。あの文部科学省といたしましては、ガイドラインの内容につきまして各大会等の主催者に対して再度周知をしてまいりたいと、そう考えております。以上です。それでは、どうもありがとうございました。